どうも、ダイエット中のしゃべるキウイです。先日牛タン定食とずんだシェイクを飲んだら太りそうとコメントをいただいたのですが、全く問題ないと思いますね。といってもなかなか信用できないと思うので、今回は僕が実際に仙台に行って牛タン定食とずんだシェイクを飲みに行ってきました。今回はその模様をご覧ください。前々回の新幹線で、新幹線はチケットなし、アプリを設定すればスイカをピッとするだけ乗れるっていうのを知ったので、今回はそれをやってみることにしました。やったら当たり前ですけどめちゃくちゃ便利ですね。発券するよりも手間がかからないので、いつもよりも時間と心に余裕を持って新幹線に乗ることができるので、これから発券なしで行こうと思いましたね。それだけ違います。めちゃくちゃ楽。今回の新幹線は8時37分出発なんですが、ちょっと早く来すぎましたね。まだ7時44分、電光掲示板にも表示されていません。というのも今回チケットをネットで予約したんですけど、品川から仙台駅で予約をしたんですよ。僕普段品川駅で新幹線に乗るんで。で、この画面見ると新幹線が品川駅を8時15分に出るみたいに見えませんか？で、僕そう勘違いしちゃってて、でも実際の新幹線の発車時刻は8時37分東京駅だったんですよね。で、これどうやら品川駅から電車に乗った場合は品川駅に8時15分に乗ってくださいね、で東京駅で8時37分の新幹線に乗ってくださいねっていう意味だったらしくて、僕これを盛大に勘違いしてて、さらにもともと待ち合わせ時間とか予定よりも早く着くっていう僕習性があるので、それを相まってめちゃくちゃ早く着いちゃいましたね。いや、今回もいい勉強になりました。次に行かしたいと思います。今回はあいにくの空模様でしたね。結構肌寒かったです。で、行く先が仙台と東北なんで、東京でも結構寒いだろうなと思って、ちょっと厚めの上着を着てきました。ホームでコーヒーを飲みながら待ってたら電車が到着しました。はやぶさですね。今回はこちらのグランクラスに乗って仙台に向かいます。グランクラスとは新幹線のファーストクラスと呼ばれる特別車両ですね。人生初仙台ということでちょっと奮発しちゃいました。いざ乗ってみるとすごい高級感でしたね。床が赤くて、文字通り映画のレッドカーペットみたいなラグジュアリーな雰囲気。シート周りや通路めちゃくちゃ広いのですごいゆとりがありますね。で、席にはひねったらつくライトが備え付けられていて、トンネルの中とか暗くなったとしても読書ができる親切設計でした。椅子の横にはスリッパが備え付けられているので、靴から履き替えることができます。これなかなか快適でしたね。歩いて疲れた足が回復すると言いますか、特に仕事で革靴を履く人には相性がいいと思います。肘の背にコンセントがついているので、スマホやカメラの充電にとても助かりますね。普通の指定席でも背もたれは倒すことができるんですけど、グランクラスだと背もたれだけじゃなくて足元の位置も変えられるみたいですね。椅子横には引き出し式の机が入っているので、これを開ければパソコンを置いたり食事をすることもできます。個人的にこれすごい感動したんですけど、新幹線とかで背もたれ倒すときってちょっと気を使うじゃないですか。後ろの人に迷惑になっちゃうかなみたいな。実際僕もそれが気になって普段背もたれって倒さないんですけど、でもグランクラスって背もたれ倒した分のスペースが前もって確保されてるんですよね。だから背もたれ倒しても後ろの人のスペースが少なくなることはない。これすごいありがたいですね。乗車してしばらくすると係員さんから袋を渡されました。中に入っているのは冊子。どうやらグランクラスに食事がついているようで、和食と洋食のどちらかを選べるようです。まあ、ただ今回は牛タンを食べに行くので、係員さんに行って食事はキャンセルさせていただきました。次乗るときは必ず食べたいですね。他にはサラミ、これ家帰ってから食べましたがめちゃくちゃ美味しかったですね。結構上品なお味。あとはおしぼり、そして水。これで以上になります。いや、グランクラスめちゃくちゃいいですね。席広いし、アメニティ充実してるし、もう文句なしでございます。普通の指定席と比べると倍くらい値段が違うんですけど、その価値はあるなと思いましたね。ということで到着しました。 JR 仙台駅です。早速ですが目当ての牛タン屋さんに向かいます。今回はタン屋善次郎というお店に向かいますね。仙台の牛タンといえばここというくらい有名なお店らしいです。で、駅の近くにいくつか店舗があるんですが、駅に一番近い仙台駅牛タン通り店と駅前本店はおそらくめちゃくちゃ混むと思ったんですよね。牛タン通り店が口コミ1900件、駅前本店に至っては2400件口コミがついていたので、多分開店と同時でも並んじゃうだろうなと思ったので、今回はちょっと外れた南町通り店に向かうことにしました。撮影当日はあいにくのお天気でしたが、今回から折りたたみ傘を導入しました。やっぱり便利ですね、折りたたみ傘。前回の長屋旅行ではビニール傘をずっと持ち歩いてたんですけど、さすがにやっぱ邪魔なんですよね。でも折りたたみ傘だったら使わないときはカバンにしまえばいいので、改めて旅行の必需品だなと感じましたね。ということで到着しました、タン屋善次郎です。当日雨だったのもあってか、開店数分前なんですけど僕しかいませんでしたね。他の店舗を見たわけではないので正確ではないかもしれないんですが、混雑を避けたい人は駅近くの店舗よりも南町通り店の方がいいかもしれません。
平日限定のサービスランチがあるとのことで、そちらから選ぶことにします。ランチ牛タン極太牛ハラミ焼き定食ですね。こういう時は量が多いの頼みがち。それでは早速食べていきたいと思います。いや、めちゃくちゃジューシーでしたね。僕これまで牛タンは、まあ、東京にあるチェーン店とかで食べたことがあるぐらいだったんですけど、それと比べると明らかに肉厚、分厚いんですよね。やっぱり肉を食べた時の満足度と分厚さって比例するじゃないですか。だからこれはかなりテンションが上がりましたね。で、このランチセットが極太牛タンと牛ハラミと牛タンソーセージ、この3つのセットなんですが、もうこの極太牛タンがマジで美味しすぎて、極太牛タン ×8 とかでも良かったなと思いましたね。それぐらい美味しかったです。さすが牛タンの街といった感じ。こちら牛タン定食はカロリーが公開されていないので、今回は牛タンのカロリー、栄養成分を紹介するんですが、牛タンって実は意外とヘルシーじゃないんですよね。なんかヘルシーと思ってる人多くないですか？牛タンはカロリーが低いみたいな。でもカロリーを調べてみると 100g あたりのカロリーは318キロカロリー、タンパク質 13.3g、 脂質が 31.8g、 炭水化物が 0.2g と、まあ、メインは脂質、油なんですよね。まあ、だからジューシーなんですけどね、油のおかげで。でこれを言うと、意外とカロリー高いんで食べるべきじゃないのかなみたいに思っちゃうかもしれないんですが、まあそういうわけではなくて、ダイエット食品として評価したら、まあちょっと脂質多いよね、カロリー高いよねとはなるんですけど、旅行って別にダイエットじゃないので、旅行中の食事は旅を楽しむためにするものなので全然気にしなくていいと思いますね。仙台といえば牛タンみたいに、ご当地の美味しいご飯ってあるじゃないですか。まあそれくらいはね、特に気にせず食べちゃった方がいいと思いますね。その方が楽しめると思いますし、旅行を。いやー、美味しかったですね。そしてお腹いっぱい、思ったよりもボリューミーでした。今すぐスイーツを食べるのはなかなか難しそうなので、伊達政宗像を見に行きがてら散歩をしてお腹を空かせたいと思います。はい、到着しました、伊達政宗像。結構遠かったですね。あと坂がきつかった。歩きで来る人は履き慣れたスニーカーの方がいいかもしれません。伊達政宗像ばかり注目されてるような気がするんですが、個人的にはその反対側の景色がめちゃくちゃ良かったのでおすすめですね。さっき坂がきつかったと言ったんですが、その分高台にあるので仙台を一望できるんですよ。ここはぜひ来てもらいたい。めちゃくちゃ綺麗な眺めでした。黒の先にまず絶景みたいな。登山の良さとかもこれと似てるのかもしれません。めちゃくちゃ歩いたらいい感じにお腹空いてきたので、駅まで戻ってスイーツを調達したいと思います。まずはこちら、仙台銘菓の菊福ですね。こちら呪術廻戦の五条悟が美味しいと言ってたので、いつか食べてみたかったんですよね。こちら売り場のみで飲食スペースがなかったので、お土産として買って家で食べました。とても美味しかったです。続きましてはずんだ茶寮のずんだシェイクなのだ。こちらで新幹線セットというずんだ餅とずんだシェイクがセットになったものが売っていたので買ったのだ。帰りの新幹線の中で食レポさせていただくのだ。とても楽しみなのだ。録画ボタンを押し忘れて撮れてなかったのだ。ずんだ餅は完食してしまったので、もう食べる絵を見せることはできないのだ。万死に値するのだ。動画には残ってないけど、めちゃくちゃ美味しかったので、ぜひ皆さんには実際に食べてほしいのだ。いや、しかし仙台めちゃくちゃ楽しかったのだ。また今度来てみたいのだ。それでは今回はこんな感じで、ではまた。